渡辺徹さんが突然、ね、びっくりした、びっくりしたよ、ね、だって先月までお芝居やってて、なんかインタビューにも普通に、ね、答えていたのに、だってブログとかももうね、ね、更新もしてたし、うん、定期的にもうね、うん、出てくるし、うん、ま、あのずっと糖尿病を抱えてるっていうのは分かってたじゃない、うんうん、だけどそんなにそんなに急に悪いとは思ってなかった、なくなるほどの状況とは思ってなかったから、いやーもう本当に驚き、うん、ねえ、うん、たださ、あのついこの間、うん、郁恵さんと息子さんが会見して、うん、その亡くなるまでのお話を淡々と、そしてあのファンの人たちにもお礼を含めても、うん、完璧な会見だったよね。もう涙もなくさ、うん、なんかもう本当にこう自分たちがやることをやって、うん、で、まあ、あのお父さんも遅れたっていう、うん、そういう感じの、うん、ある意味ちょっとこう、まあ、整理がついてるっていう感じの会見だったよね。でも、うん、あの会見はもう本当に徹さんが最高に喜んだ会見だったんだろうなと思って、うんうん、ね、最後笑わせてくれて、うん、明るく、本当にあの家族ってみんなものすごい明るいイメージじゃない、うんうん、その裏にはすごいね、やっぱり病気との戦いがあって大変だったんだろうけど、私やっぱりね、郁恵さんが、うん、あの渡辺徹のために集まってくれて本当に嬉しいと、うん、で渡辺徹も、うん、あのこうやって喜んでくれてると思うっていうことを言ったでしょ、うん、本当にそのまま芸能人って、うん、まあ、今ほらあの亡くなっても、うん、もう、後から発表するとか、うん、それから、まあ、あのお葬式も、まあ、郁恵ちゃんの場合も、うん、あの家族葬っていう形だけれども、なんかこうちゃんとなんか生でこう声を聞く、生で説明を受けるってことが少なくなってきてるから、うん、ね、うん、だけど芸能人としてやっぱ花道を作ってやりたいっていう思いがね、うんうん、あの家族としてはあったんだなと思って、うんうんうん、昔私たちも取材するときにさ、うん、あのよく言ってたのはやっぱり芸能人の人たちを、うん、その最後拍手で送ってあげるって、だからお葬式、うん、青山斎場とか行っても、うん、ね、ね、みんな最後あの車が出ていくときにファンの方たち集まってれば、うん、大向こう声かけて拍手で送るみたいなことってあったじゃない、うん、そう、あったの。だからさ、うん、芸能人としてやっぱり華やかに大勢集まってもらって、うんうん、その中で最後お見送りしたい、うん、本当に最後のステージ、うん、みたいな、うんうんうん、イメージだったのよね。そういう演出がこうあって送り出せてたけど、ね、うん、でもああやって、ま、あのマスコミの人たちが集まってくれて、うん、で、ま、その向こうにいるあの全国のね、うん、ファンの人たちにこうやって、うん、あの送ってあげる、うん、自分たちが話をすることができる場を設けてもらってありがたいっていうあの言葉はね、うん、あ、私なんかまあね、こういう業界にいると、うん、あ、嬉しいなって思って、そう思う、あのね、うん、亡くなった時ってどこまで取材していいんだろう、どこまで、うん、聞いていいんだろうって、うん、ものすごくいつもなんか迷いがあったりとか、うんうん、ここまではいいのかなって、でもあとでちょっと聞きすぎたかなとかね、うんうん、会見早すぎたかなとかね、うん、お願いするのはね、うん、早すぎたかなっていろいろあるけど、やっぱり郁恵さんのあの言葉を聞くと、あ、ちゃんとね、うん、取材する側もこういう対応だったらすごくやりがいもあるし、うん、よかったな、うん、やっててよかったなって思うような会見だったよね、うんうん、ねー、うん、だけどやっぱりまずっと本当にもう、食べ物のことで郁恵ちゃんは苦労してたんだろうなっていうのが、ね、あのウインナー事件の話も本当ですなんて言ってて、ね、あれは赤いウインナーが俺は食べたいんだと、うん、そんな高級なウインナーはいらねえ、俺は赤いのがいいんだって言って家でした。そう本当に子供みたいな話だけどさ、でも次の時、ね、うん、にあのマヨネーズと、うん、それからご飯を、山盛りのご飯、ご飯をって、なんかもうね、笑っちゃうけど、うん、いや大変だったんだろうなってすっごい面白おかしくおっしゃってるけど、うん、どんだけやっぱり、ね、食事制限が渡辺徹さんつらかったんだろうし、郁恵さんも大変だったんだろうなってすごい思った。だって隠れて、うん、もうその食べちゃいけないものを食べてた、うん、つまりは自分の口に合う、多分味の濃いものを、うん、それとかもうそのお肉が好きとか唐揚げとか食べたかったんだろうね、じゃない、だから家ではもう制限して、うん、郁恵さんはできるだけ家では多分厳しくしてたんだと思うのよ ね、だからレシピ本出してね、うんうんうん、フジテレビでほらお料理番組もやってたじゃない、井森さんと、あ、そうだ、やってた、やってた、あそこでもう本当に手際も最初のうちって本当におぼつかないってこう、ね、手元だったのに、うん、たものすごくもう上手になっていて、ね、どれだけ家でも作ってるんだろうかって思うぐらいだったけど、いい奥さんだったよ
ね、きっとね。だって渡辺徹さんって、うん、あの太陽に吠えろの時はものすごい痩せてて、うんうん、痩せてたのね、すっごい痩せててものすごいかっこよかったじゃない、うんね、それからもうね結婚する前にはどん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 ちょっとね、うん、私ねその2人の取材をしてるのよね、うん、結納の時から取材してるのよね。そうなの。私はね噂に乗った時ね、なった時もねなんか動いてると思うけど、あのねなんでバレたのかっていうとね、うんうん、ちょっと噂にはなってたんだけど、うん、あれだけもうものすごいもう渡辺徹さんもものすごいスターになってて、うん、売れっ子だったのに、うん、あの頃ね郁恵さんが夏休み毎年ピーターパンってコマ劇場で主役やってたじゃない。あれもう子供対象じゃない、うん、それなのにそこに渡辺徹さんが来てたのよね、うん、そこであやっぱりこの二人本気なんだみたいな。大ファンなんだもん。そう郁恵ちゃんのだって郁恵さんのポスターを自分の部屋に、ね、そうそうそう、だからもともとファンだったから そ, う、うん、それでまあ知り合ってで、うん、で共演することになってっていうことじゃない。ピーターパンのね、うん、学園に行って一生懸命口説いてたのかな、うん、なんてみんなで言ってた。だって年上だから。そうなのよね、うん、2つ上なのよね、2つ上、うんうん、だけど、うん、なんか取材した時にも、うん、もうね大きかったのよ体は。あの結婚式の時はもう結構 ね, ねかなりだったもんね。だよね、うん、だけど並んでて、うん、本当になんかこうもうこの人本当しょうがないわねみたいな感じで郁恵ちゃんも見てるわけ、うん、そう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 。でももう、うん、あの徹さんの目がねこうハートになってるのが分かんのよ、うん、本当になんか郁恵ちゃんのことが好きなんだなみたいな。だってさあの結婚会見の時、うん、でへへへへとかって あったあれはね、うん、やっぱりもう本当に嬉しくてしょうがないって、うんうんうん、なんか ね分かったもんね。そういう感じでさ、うん、そうだからなんだろう、亡くなった時の会見で、うん、徹さんは甘えん坊、うん、甘えたがってたんだろうと思うけど、うん、私がどっちかというと突っぱねてってこの、うんまあ、姉さん女房的な感じで、うんうん、しっかりとあの、まあ、教育するみたいな感じが ね私あの二人がね家を建てた時に、うんね、徹さんも郁恵さんも一人っ子なのよね、うんうん、だから家を建てる時に、うん、建てた時かな建てる前かな、うん、あのそれぞれの両親も一緒に住める家を作りたいっておっしゃってて、うんうん、あーなんかいい感じだなっていうのを覚えてた。そうだよね、うんまあ、どうなったか分かんないけどねその後は。だから結婚の時も中継もしていて、うん、あの頃って本当に結婚式って言ったら中継をして、うん、もう中継の、ねうん、何パーセント取るかなんてやってた頃、うん、すごい取ったのよね。取ったの取ったの30、うんまあ、40に近いぐらいとかじゃなかったかな、ね、40近い、うんうん、だからまあそのね2人の模様っていうのも、うん、まあ覚えてる人たちもたくさんいると思うけど、うん、その後に、うん、でもまさに今のさその家族との話で、うんうん実はなんかほら徹さんちょっと女の人が好きみたいなところもあったらしくいろいろ郁恵ちゃんも苦労もそこら辺もあって、うん、で週刊誌にね、うん、どうもそのお母さんとの折り合いも悪いみたいなことが書かれた時があったのよ。徹さんとのお母さんとの折り合いが悪いみたいな嫁姑っていうやつね。そうそうそう、うんうん、でそれがね2015年だったの、うん、あそんなことあったっけ。で取材にそうあで取材に行ったら、うん、そのまあだから他の、制作発表かなんかのところで、うん、でちょこっとまあ聞くじゃないこっちも、うん、でもまあ大先輩もこういるわけですよ、うんうん、文学座の先輩とかもいたりなんかして、うん、であんまり聞けなかったんだけど、うん、後からこうあの部屋から出て行く時に、ねうん、あどうもみたいな感じで、うんうん、で私たちがまあちょっとこうくっついて行ったら、うんうん、またまあ会見とは別に喋ってくれるのよ、うん、そうなんだそれありがたいよね、うん、だからすごくねこう飾りっ気もない人だし、うんうん、本当にその誠心誠意、うん、あのきちっと、うん、あのまあどこまでかわからないけども、まあ、書いてることがこうこうこうっていうこと、うん、質問に対しての答えは、うんうん、あのきちっと喋ってくれる人で、徹さんもそうだけど私も郁恵さんなんかイベントとかね、うん、例えば ホリプロのなんかキャラバンとかなんかのイベントなんかに出た時にインタビューしたことあるけど本当に飾らない、うん、なんかこうあのままそう、ねね、で悪いイメージって今まで全くないよね、あの二人ね、うん、夫婦としてもね、うんうんうん、だからなんかいろいろそういう、ねうん、週刊誌にこう出るようなことも、うんまあ、一部はね、うん、あの事実としての一部はあったかもしれないけれども、うんうん、だからといって別にそれ嫁姑間のなんとかではないだろうし、うんうん、だって二人とも仕事している中でさ、うん、まあなんか予定がずれるとか、うん、合わないとかそういうことだってあるだろうし、うん、でもそういうその週刊誌に書かれても、うん、あのちゃんと対応してくれるね、そういうなんか、うんまあ、芸能界にいて自分たちが何をこうやらなきゃいけないのかっていうことをわきまえてる感じの人だったなと思って、まあ、今回のね亡くなった郁恵さんの会見もそうだけれども、うんうん、あのマスコミとの
この信頼関係をきちっと築いてきて、うん そうだよね、そういうところからそうなんだと思う、うん、私たちも取材しやすいし変にこうなんかどっかで張り込まなくても、うんうん、きちっとなんかあの、うん、取材申し込めば対応、うん、何かしらの形で対応してくれるとか、うん、そういうねお互いの信頼関係ってすごく ねできてたんだと思う、あの二人はね、うんうん、それは私たちにとってもすっごいありがたいことだしね。だからまあ他の取材でも言えるけど、うん、やっぱりあの取材を申し込んでちゃんと受けてくれれば、うん、そこでストップするじゃない。そう受けてくれなくて本当かどうかわからないから何回も何回も出かけたり張り込んだりってことになるから、そこはやっぱりこうお互いにあの申し込むで対応してくれる、それでなんかお互いちゃんと分かり合えるっていうところが出てくるもんね、言えるところとね、うん、でそしたら私たちもね、うん、もうダメなところまでは聞くわけないし、うん、ちゃんと対応してくれればね、うんうん、ある程度分かるしね、事実がね、うん、どうなのか。いや本当に早いよね、61歳。だって先月さっきも言ったけど、うん、舞台に出てたのよ。そうそうそう、いやね、で夫婦揃っての朗読のなんかお仕事も始めてたわけでしょ。まだまだやりたいこといっぱいあったんだろうなと思って、ね、本当に。でも、まあ、あの長い闘病もあったと思うので、うんそうね、うん、とにかく、まあ、今はこうゆっくり休んでもらって ね、ゆくえさんたちを見守っていただきたいと、私たちもねご冥福をお祈りいたします。